じゃあ、チェーンソーで竹切っていきます。まあ、朽ちた竹です。まあ、こういう竹とか、あと今横に置いてるこの竹、これもちょっと小さく切って道を作ります。こうで、まあ道作るのあんまり理解されてもらえないんですけど、家族から。こう竹がいっぱい生えてるんで、まあこの竹片付ける時とか、あと竹の子運ぶ時とか、あとどっか途中で竹を焼く時とか絶対便利になると思うんで、まあ反対されてますけど道を作ります。で、生えてきた竹の子は、ここら辺の竹の子は取らずに、まあまた竹がある程度生えればいいかなと思ってます。ちょっと切りすぎた分ですけど、ちょっと竹がどうしても斜めになったりするんで余計に切ってます。まあでも切った方がいいと思うんですけどね、どっか綺麗な場所を作らないと、ちょっと上の山みたいに手がつけられなくなるんで。それでは切っていきます。
だいぶ片付きました。ここが焼き場で、その一直線上に道を作ってる最中です。ほぼできてるんですけど、あとは竹を取り除くだけ。だいぶ切りました。で、この一直線上だけに光が差し込んでます。ちょっと親は光が差し込んだら草が入るって言うんですけど、ほっといたら放置竹林になるんで無理に切ってます。あともうちょっとかな。